激しいだろうな。東京は男の命さながらに赤い血潮に ということでお届けしておりますけれども、やちゃばバンドの皆さんによりますオープニング、新民謡新歌謡、演歌をお届けしておりますけれども、続いてじゃあ紹介お願いします。はい、西圭吾で奄美生田屋でございました。初めて聞いたなという方もたくさんいらっしゃると思いますが、どうぞ聞きたい方は CD なんか出てるんですか、圭吾さん出てます。ああ、ということで CD もゲットできるそうですので、覚えたいなという方はどうぞお買い求めください。さあ続いての曲は、奄美では昔田畑を耕す時にはこの曲を歌ったということを言われております。新民謡の中の一曲、農村小唄を米倉由美がお届けいたします。よろしくお願いいたします。
米倉由美で農村小唄をお届けいたしました。さあ次は島の夕暮れという曲をお届けしたいと思いますが、あっと驚くためごろうとも言われているベッツェ池本、ベッツェ池本によります島の夕暮れをお届けしたいと思います。さあどんな顔か皆さんよく見てください。はい、この人です。はい、ベッツェ池本によります島の夕暮れをお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。池本によります島